はいどうもこんにちは、おもチャンネルです。さあ今回ね、はいこちら見ていきましょう。はい、届きました懐かしの商用車コレクション。今回はボリュームが22番とで、あともう一つ入ってて、そちらがね23番になります。で、値段の方がね、はい、こんな感じになっておりまして、まあ、それぞれね、もう約2000円ですね。まあ、今回もそこそこね、お高いね、ミニカーになっておりますが、さあ、それでは見ていきましょう。今回はどんなね、車両がね、届いたんでしょうか。何積んでるかな。いつもこのシリーズね、そことかちょっとめっちゃ気になってるんで、ではでは行きましょうか。あ、また渋いの来たね。22番の方がトヨタパブリカピックアップですね。KP39-B の1984年の塗料店仕様ということで、今回は塗料を後ろに積んでるのかな。まあそういうことですよね。高岡塗料店。これは架空のお店ですかね。で、もう一つの方が何でしょうか。わあ、またこれも渋いな。ダイハツのハイゼット版 S38V の1976年、米屋配達所ということで、後ろは米俵、俵じゃないか。まあ、お米屋さんの配送のね、車ということで。さあ、今回は結構なんか、見た目的にこうね、渋い車両ね、2台登場しましたが、ではでは、早速ちょっと見ていきましょう。で、パッケージの形は、今回はもう2個1ですね。別々ではないです。では、開けていきますが、よいしょ。はい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 。どうなってんの？お、見えましたよん。あ、なかなか今回も、あ、塗料店がなかなかあれですね。想像以上にめっちゃ一斗缶とかなんかいろんなもの積んでるっぽいですね。で、もう一つの方が、こちらがお米屋さんですが、ちょっと中は見えにくいかもしれませんけど、あ、後ろから見やすそう。うん、まあまあまあ、なかなかいい感じだと思うんで、さあさあ、それではね、楽しんでいきますか。じゃあまずね、ナンバーのね、小さい方からいきましょう。はい、まず1台目ですね、トヨタのパプリカピックアップですね。はい、こちらが、塗料店仕様になりますけども、まあ外から見てる感じはもう今回もなかなか本当ね、すごくね、出来良さそう、雰囲気バッチリなのかなと思います。さあ、では開けていきますか。もうなんだかんだ言ってね、まあ20番ね、もう超えてきたんで、あと言ってもでも80台くらいは、このシリーズね、登場しますんで、これいつから買ったかなっていうのをもう忘れちゃったんですけどね、1号がいつ発売だったかなと思って、これ結局あと何年ぐらい続くんでしょうね、このペースでいくとね。いや、まあまあまあ楽しいからいいんですけどね。さあ、それでは行きますか。やっぱね、こうブリスターから出すとね、またね、こう感じるものが違いますね。渋い。さあ、ではでは見ていきますかね。まずね、はい、フロントね、こんな感じになってます。まあ、相変わらずしっかりとできてますね。ナンバーが若干ちょっと歪んでるかなっていう感じするんですけど、ここは気のせいでしょうか。いや、気のせいじゃないんで、ちょっと下欠けてるかな。でもまあ、こんな感じでこう地名とか数字とかちゃんと書いてますね。で、ヘッドライトは丸型のクリアパーツ仕様になっていて、で、サイドミラーはこちらはボンネットタイプになってますね。はい、こんな感じです。まあ、この作り的にね、もう今の時代もあんまタクシーとかぐらいしかないんで、まあ、レトロ感すごく感じれますね。で、ワイパーもちゃんとしたね、作りになってて、塗装もバッチリですね。で、ボディカラーがなかなか渋いね、濃いめのこうベージュカラーと言っていいんですかね。そんな感じのベースのカラーになっております。ベタッとこう塗装塗った感じがまたこう時代を感じる。塗料店だから自分で塗ったのかもしれないね。はい、そんな想定をしながら。さあ、では側面見ていきましょうか。はい、横ね、こんな感じです。はい、ドアの部分にはしっかりとね、細かい文字プリントで書いてますね。ちょっとね、上の部分がね、目視で確認しにくいんで、後でね、拡大して確認したいと思いますが、まあ本当にしっかりと書かれてますね。で、右下には自家用で、あとここのロゴとかも入ってますね。ここも後で大きくして確認しましょう。で、ウインカーのここのレンズも塗装を仕上げと。で、ホイールタイヤのデザインは、はい、こんな感じですね。で、後ろですね。はい、テールの部分ですが、レンズは塗装仕上げで、後ろもちゃんとね、ナンバーは記載されてます。で、荷台の部分ですけども、こちらね、ほんと荷物たっぷりですね。一斗缶が一番多いかな、これ。ね、もう10個ぐらい、もっと積まれてるのかな。14個かな。多分この下にも積んでると思うんで、14個ぐらい一斗缶積まれてて、あとこう、ね、他のこの材料の名前とか全くわかんないですけど、この丸型のね、カンカンとかなんかいろいろと積んでますね。ここにはハケとか入ってんのかな。まあほんとパッと見でもすぐ塗装屋というか塗料屋っていう感じはすごい雰囲気伝わってきますね。いいね。あ、このアングルとか素敵ですね。ほんと細かいね、こういったとこもね、ちゃんとラベルとかもあってね、いいと思います。で、反対側の側面ですが、こちら側も、はいね、会社名などね、しっかり文字書いてあって、ロゴもありますね。で、上から見てみると、はい、こんな感じ
で、でそこはですねネジ止めですんで、では取っていきましょう。さあ今回もねしっかりとできてると思いますが、おネジ結構固めだこれ。ではそこの部分確認してまいりましょう。よしどうでしょうかと。うわめっちゃシンプルはい、結構想像してたよりこの部分とかフラットでしたね。後ろにはスペアタイヤがね、こちらね、まあ、ボディと一体成形ですが、まあ、付けられているような、ね、形になってますね。でこのシリーズはですねギミックねサスペンションはないんですが、手転がしは一応ねできるようになってますが、まあ、今回この車両に関してはまあスムーズなんですけれども、まあ、基本はねディスプレイモデルなんでね、まあ回るだけよしとしましょう。うん、割と今回はスムーズ。たまにねすごい硬いってやつかな、てかタイヤがね歪んじゃってる時なんでスムーズにいかない。これ割とスムーズ。まあ、ということでまず1台目ですね。なかなかね、うん、渋くてね、まあ、いい雰囲気出してたかな。後ろのこの荷物はやっぱね、このシリーズね、僕は醍醐味だと思ってるんで、素敵だと思いました、今回もね。塗料店の雰囲気バッチリです。トヨタパプリカピックアップ KP39P の1984年塗料店仕様でした。さあ、それではもう1台の車両も行ってみましょう。ではでは参ります。もう1台はダイハツハイゼット版ですね。米屋さんの配達仕様になります。ではではこちらも開けていきます。米屋さんの配達って僕も実はねお米いつも持ってきてもらうんですけど、結構なんかやっぱこういうねもうバンタイプ多いですよね。なんか雨とか降ってね濡れたらダメなんで、軽トラとかじゃさすがにね回れないと思うんで、うち何で来てたかな、まあ K の番だと思うんですけど、これも K になるのかな。ダイハツのハイゼットですかね、確か K だったと思います。さあさあそれではね見ていきましょうね。ちょっと全体的に見ておきますが、あまりね古さ感じさせないんですけども、こちら1976年なので僕よりもだいぶ大先輩の車両になってますね。でねフロントから見ていくとこんな感じになっていて、ミラーの存在感が結構すごいね、こうニョキンって生えちゃってますねサイドにね。すごいですねこの付き方ね。でワイパーはちゃんとあって、レンズは塗装仕上げですね、塗装仕上げのレンズで、ナンバーの存在感が結構すごい大きいねこれ。だから車体はやっぱ結構ね軽だからこうちっちゃいんですよね。でウィンカーのところはこちらはね塗装仕上げとオレンジのメタリック塗装になってます。まあなんか可愛いですね。色は渋いんですけどね、こんな感じの何色っていうんだろうこれ、よもぎ色というか、まあ渋みのある緑色になってますね。で側面見てみると、はいこうなっておりまして、まあ非常にシンプルですね。こうお米屋さんの名前とか特に入ってないです。ただちょっとこう上からね覗いてみると、ちらっと中にお米積んでるのが分かります。でそのね中のお米にもねちゃんとこう文字書いてるんですよ。これね見えるかな、なんとかね文字とかが見えてたらいいんですけどね、確認できますでしょうか。後で僕も編集時に確認したいと思います。ちょっとね結構ちっちゃくて読めないよね。ただこういったねところもちゃんとプリント入ってるのがいいですね。でホイールタイヤはね、はいこんな感じのデザインになってて、タイヤ結構太いですね。うん、存在感。で後ろテールの部分ですが、あこちらは名前書いてますね。はいこんな感じで、こちらは池田精米店ですね。池田精米店です。で下になんか住所っぽいのが書いてるんですけども、後でここも拡大しましょう。でナンバーもちゃんとあって、あとここがダイハツのロゴとかかな、あこれは最大積載量かな、まあ後でここもね大きくしてね確認したいと思います。ほんと細かくね作ってくれてるんですけど、なかなか目視でね確認できないんでね。でこっちとあとこっちもなんか書いてるんで、ここも大きくしておきましょう。見えたらいいけど。で後ろからもちゃんとこうねしっかりとお米積まれてるのが見えますね。うん、素晴らしい。でレンズ関係は塗装仕上げです。で反対側の側面ですが、はいこちら側はこうなっておりまして、この面もね、まあ、非常にシンプルなデザインとなってます。で上から見てみると、はいこうなっで、で、そこの部分はこちらもネジですので、よいしょ外しておきましょう。さあこちらの車両は作り的には複雑なのかなと。ではではでは見ていきましょう。おスペーサーがつきっぱ、あまあこれも結構シンプルですね。はいこんな感じのね作りになっていました。でこの車両もギミックねサスペンションないんですが、手転がしはねできるようになってます。こちらも結構うんスムーズですね。まあということでこちらもねなかなかシンプルながらねいい感じの雰囲気は醸し出してたのかなとは思います。これも結構古めの車両ですね。ダイハツハイゼット版の米屋配達仕様でした。はいということで今回はですね、懐かしの商用車コレクション、これ急にね届くんでね、あって思って思い出す感じでね受け取るんですけども、
今回もねなかなかね素敵なね雰囲気をね出している車両たちになっておりました。まあインパクトで言うと、まあ、控えめな感じはするんですけども、本当にねいい作りになってたと思います。でこのシリーズね、アシェットコレクションズジャパンさんからね届いてくるんですけども、もう1号とかは買えないんですかね、ちょっとねわからないんですが、あの過去の動画でねもうずっと1号からね紹介してるんで、このシリーズの動画ね初めて見たよっていう人はぜひね過去の動画もねちょっと探してね見てみてください。もし覚えてたらあの下にリンク貼っておきますが、まあ本当ねどれもね素敵なね車両たちばかりになってるんで、気になった方はぜひ探してね一度ね手に触れてみてください。まあということで今回はねこの辺りで終了したいと思います。おもチャンネルのタルでした。皆様もねチャンネル登録やコメント評価どんどんお待ちしますのでよろしくお願いします。あとツイッターやねインスタ、そして最近ではライン公式アカウントの方でね、そちら限定のね動画も配信してるんで、ぜひねお友達登録よろしくお願いします。では今回もね最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。またね他の動画でぜひお会いしましょう。ではごきげんよう、さよなら、バイバイ。